みなさんどうもこんにちは。ここはつくば天ビーズ。もうすぐゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークですね。はい。長期休暇です。長期休暇ですよ。行きたいとこありますか？そうですね。本当は行きたいけど今。ね、人生がちょっと難しい事情が、ね、ありますね。行けるとしたら。行けるとしたら私は大阪に。おー、ユニバーサル。そうですね、ユニバに本当に最近 YouTube とかすごい見て、はい、あのユニバ行ってる、うん、あの YouTube とかよく見るんですけど、あ、いいなと思って見てます。行きたいね、早く見たいね。そう、私はやっぱりあの毎年ちょっと温泉旅行行ってたので。函館とかね、あの北海道の温泉とかも行ってみたいなっていう。群馬県ちょっと行った時に、はい、やっぱ使って、はい、お酒飲んで、使ってみたいな。そんな感じでした。ありがとうございます。はい、ないです。今回ご案内しますのがこちらですね。はい、お宮参りセットプランになっております。こちらですね、実はお宮参りプランの方が3種類からもう2つ種類増えまして、従来あったのがシンプルプランと、まあ、手形記念プランとママ着物プランになるんですけれども、ママ着物のお参りレンタルプランと等身のアルバムプランというものがさらに増えました。はい、はい、すごい素晴らしい、素晴らしい量がだいぶ増えました、ね。はい、はい、素敵な充実しているプランです。従来あるシンプルプランのままデータのみという形でして、で手形記念プランというのが、まあ、こういったちょっと額の基本が手形ではないんですけれども、ありがとうございます。はい、こういった、こちらランクアップの製造がお一人9000円ですね。まあ、ついてくるプランの額のサイズはこっちになるんですけれども、ここに、まあ、手形を入れて、お子さんの手形ですね、入れてご家族様と、まあ、お子さんの写真を残せるっていう形の額になっています。こちらも結構人気ありますね。その時の手の跡がここに残せるので、ずっと残るままで、はい、大変人気になってます。人気ですね。はい、はい、あと、まあ、着物プランっていうものが、まあ、お撮影場のみだけですね、着物を着て、はい、お撮影ができるっていうものになってます。で増えたものの、まあ、増えたものですね、ママ着物お参りレンタルプランなんですけど、こちらの方がお撮影で着物をお召しいただいて、そのままレンタルができるっていうプランになってます。はい、はい、なので神社とか、うん、はい、あのお出かけされると思うんですけれども、そこでさらにあのパパママのご自身の携帯でママの着物姿とお子様の家計書の姿が残せるっていう部分になっているので、まあ、こういった機会でないとママもやっぱなかなか着る機会が本当ないですし、うん、なので結構おすすめのプランになってますね。はい、でここにもあのレンタル代とママヘアメイクと着付け代の方も含まれているので、あの全部結構お得な預金設定になっています。はい、でもう一つあるのが等身大アルバムプランですね。こちらの方が等身大っていうのもあるので、お子様のその時の、はい、大きさ、そのままの、そのままの大きさですね、うん、がアルバムに収められるっていうプランになってます。はい、でもちろんあのその他にもカット入れられるので、ご家族様だったりご兄弟様が一緒に写っている写真の方が載せられるので、大変人気に、はい、いただいてる、はい、かわいいアルバムになってます。はい、はい、この時ですかやっぱりね。そうですね、大きさとか大きさはね、わかんないものなので、はい、大きくなるとね、あ、こんな大きさだったなみたいな感じでアルバムで繰り返すけどってもね、はい、はい、嬉しい思い出になると思うので、大変、はい、おすすめのプランになってね。はい、かわいい表紙も、裏表紙もかわいいです。あ、本当だ、おしゃれおしゃれだ。かわいいね。せっかく生まれたお子様のためにも、せっかくなのでご家族皆様で楽しんでいただけたらいいなと思っております。はい、で一応、まあ、お参りでの心配事 Q&A っていうのも、はい、載せさせていただいてるんですけれども、まあ、授乳の方はどうされてるのっていうことで、まあ、あのお母様のお着物の場合は、授乳の方が前部分、ここですね、襟元を開いていただくか、まあ、宮津口先生から言いました、宮津口って呼ばれる穴があるんですけれども、穴という表現はあれなんですけれども、まあ、脇下にここ実は隙間があって、そこをあのめくっていただくと、そこからまあ授乳ができるっていう部分にはなっております。はい、まあ、お宮参りさんに着物に授乳するので着崩れがしてしまうので、まあ、あまり、まあ、
お価値がどうしても泣いちゃった場合のみはそういった風におすすめはしてるんですけれども、まあ、基本的にはお撮影前の授乳だったりとかお着替え前の授乳をされてからお召しいただいた方が、あとお宮参り終わった後ですね、ちょっと赤ちゃんを頑張っていただいて、あとちょっとミルクですねそれいただいた方が、ね、やっぱ着崩れの心配がありますので、まあ、着ぐる前にお済ませられたのがおすすめですね。はい、で母乳が漏れてしまったらってことなんですけれども、まあ、こちらですね、母乳パッドっていうものが多分ご自身お持ちだと思うので、まあ、そちらを結構入れて多めに入れておくことをお勧めさせていただいております。あと赤ちゃんのよだれだったりレンタルしたお着物を汚してしまったらって、まあ、皆様やっぱこういった心配ごといただいてありがとうございます、はい、でも安心です、大丈夫です、はい、大丈夫です、はい、まあ、赤ちゃんの掛け着によだれをしてよだれかけをかけていただければと思います。そちらのよだれかけ専用のものレンタルで一緒にお渡しさせていただいているので、まあ、そちらの方を使っていただくか、あとは、まあ、いつも使っていただいているガーゼやタオルなどを携帯していただければと思います。はい、はい、もし汚れてしまった場合でもすぐにおっしゃっていただければこちらでもメンテナンスとはさせてはいただいておりますので、まあ、そこまで深く気になさらずご足を気軽にお気軽にご相談いただければ大丈夫ですので、はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、せっかくなので、ね、生まれた赤ちゃんのためのセットプラン、はい、ママとパパも喜べるセットプランになってますので、皆さんよかったらこちらの方を、はい、ご検討いただければと思います。お願いいたします。はい、お願いします。今日はこちらで、はい、はい、以上となりますね。はい、よかったらじゃあ皆さんプランとガクとアルバムと、はい、おすすめになってありますので、はい、よかったらお問い合わせの方お待ちしております。ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。